どうも。 関心情報局です。今日もタイガースの最新情報についてお話をしていきましょうということで、現在この動画を撮影しているのが12月3日の土曜日なんですけれども、今回の動画でご紹介していきたいのは、昨シーズン限りでタイガースを対談していたジェリー・サンズ選手、そのサンズ選手が来シーズンタイガースの国際スカウトとして力を貸してくれるということで、今回の動画ではサンズ選手の功績やこのスカウト就任の流れを徹底解説、そして今後どういった効果をもたらしてくれそうなのか、こういった点についても深掘りをしていきながらお話していきたいなと思います。 では、早速お話をしていきますが、今回ご紹介していきたいのは、サンズ選手の国際スカウト就任。まあ、本日の朝にこの報道というのが出て、我々タイガースファンも本当に歓喜の声と言いますか、めちゃくちゃ嬉しい、サンズお帰りっていうね。まあ、そういう声というのがたくさん出ていますが、今回はこのサンズ選手の一連の流れについて。で、まずサンズ選手の国際スカウト就任の流れの前に、サンズ選手は一体どういう経緯でタイガースにやってきてくれたのか、この点から振り返っていきましょう。というのも、サンズ選手は2019年のオフ、韓国リーグから FA となっていて、得点力増加を 望むタイガースがサンズ選手に声をかけたと。そして1年契約で年俸110万ドル。まあ、当時のレートで言うと1億2100万円でサンズ選手を獲得。でサンズ選手はその2019年韓国リーグで打点王に輝いていたということでこの勝負強さを求めてタイガースは声をかけたと。でサンズ選手は当時コメントとして阪神タイガースとの契約が完了し嬉しく思っています。アメリカのマイナーリーグで同僚だったジョンソン投手から阪神タイガースで素晴らしい時を過ごしたと聞いていました。優勝するためには得点力を上げることが必要だと聞きましたので打点を稼いで貢献したい。 今からタイガーーースのユニフォームを着ててプレーすることに気持ちが高ぶっていますすとこういういいコメントを出しててくれていたんです、まあ、ちょうど入れ替わりという形になってしまいましたが、ジョンソン投手から話を聞いていて、タイガースのイメージは非常に良かったと、ただサンズ選手がプレーする2020年からコロナ問題というのが始まりましたし、で、タイガースは同時にスケット大量契約というのも始めていたんで、まあ、なかなかサンズ選手にとって厳しい出だしではあったんです。というのも野手ではボーア選手、そして前年から在籍するマルテ選手がいたということで、サンズ選手は2軍スタートだったと、ただ当時の打撃コーチの話であったり、また後ほどご紹介 紹介していきますがそのタイミングで日本にやってきていたスカウトのウィリアムさんやシーツさんこの2人の助言というのを誰よりも一番に聞きながらサンズ選手は日本野球に適応していたとでその努力というのが身を結び皆さんの印象にも深く残っていると思いますがベイスターズ戦の最終回ですね1点ビハインドでピッチャーは山崎康明投手この日サンズ選手は来日初スタメン初出場というところだったんですがここで山崎投手から逆転スリーランということで花々しいデビューを飾ったでこの年2020年は110試合に出場して打率が2割5分7厘、ホームラン19本64打 出塁率が3割6分3厘、OPS が814という好成績そして翌年2021年は120試合に出場して打率が2割4分8厘、ホームラン20本65打点出塁率が3割2分8厘、OPS が779という成績を残しましたこのように2年間タイガースが求めていた得点力というのをもたらしてくれたんですがサンズ選手の一つの特徴としてあったのはどうしても後半戦に失速してしまうとでそれが2021年も出てしまったでその時サンズ選手は30代後半に差し掛かっていたということでこういった年齢というところもあってサンズ 選手は残念ながら2021年限りでタイガースを退団するという流れになったんです。まあ本当にこのサンズ選手の対談が決まった時は、我々タイガースファンからも本当に悲しみの声というのがたくさん出ていましたが、それと同時に今シーズンにかけて本当にサンズ選手の穴を埋めることができるのかまあ、そういう心配のコメントというのも出ていましたよね。で、実際今シーズンが終了して、昨シーズンサンズ選手が主に守っていたレフト。まあ、このレフトの指標はどうだったのかというところだったんですが、打撃による得点貢献を表す。wra この指標というのはタイガースのレフト。実は12球。 11位の -3.9 だったんです、すで去年、そのサンズ選手の WRAA は6.7だったということで、これ実はリーグ4位の数字だったんですよ。まあ、ですので、いかにサンズ選手が打撃で貢献していてくれたか。ちなみに今シーズン、近本選手をはじめとしたセンターの WRAA は11.2で4位。そして、ライトは佐藤選手らが中心で3.33で6位ということで、センターとライトが共に6位以内だったのはタイガースだけだったんで、やはりこのレフトのね、貢献度というのが一つ、タイガースの課題ではあったと。まあ、今シーズンのタイガースのレフトに関しては、大山選手がレフトに回って、 たり、いろんな動きというのがありましたが、最も多くイニングを守ったのがロハス選手でした。ただ、そのロハス選手が打率2割2分4厘ホームラン9本27打点ということで、一時期は大爆発というタイミングもあったんですが、残念ながらそのロハス選手も今シーズン限りで退団ということで、まあ、1年間通して、このサンズ選手の穴は大きかったなと。とまあ、もちろんサンズ選手対談の理由というのは色々ありましたが、まあ、ハッピーハンズであったり、いろんなところでタイガースを盛り上げてくれた選手ですから、またいつかどこかのタイミングでタイガースに携わってくれたら嬉しいなと、そういう思いを持っていたファンの方も多かったんじゃないでしょうか。 で、そういった中、本日の報道で、このサンズ選手に関する情報というのが出てきたんです。というのもタイガースは来シーズン、このサンズ選手とスカウト契約を結んだと、そのことが明らかになったんです。で、このスカウト就任の背景に関しては、実はサンズ選手、今シーズン現役続行を目指して、アメリカでトレーニングを続けていたんです。ですが、結果的には自らが望むオファーがなかったということで、今シーズン限りの現役引退を決断したと。まあ、ですのでサンズ選手はもう選手ではなくなったんですけれども、また新しく自分のキャリアを積み重ねていく中で、一番最初に選んでくれた新しい仕事が、またタイガース との繋がりだったということで、これやっぱり我々タイガースファンにとって本当に嬉しい流れですよ。本当にサンズ選手はめちゃくちゃタイガース愛が強い選手でまあ、他の選手からも慕われていましたし、そして我々タイガースファンに向けても本当に嬉しい。コメントというのをたくさん出してくれていた。だからこそ、我々タイガースファンはまあ、サンズ選手という巨大戦力を失うというところもそうですが、本当に温かい心を持っていた選手だからこそ、我々タイガースファンからたくさんのコメントが出ていたと思うんです。で、これからサンズ選手がつく。役職というのは国際スカウト。まあ、サンズ選手自身、アメリカ韓国日本3球団でプレーした。 経験というのが間違いなく生きてくる仕事だと思いますし、人柄も本当に素晴らしいですから、ま選手という形ではなかったです。けれども、またこうやって新しい形でタイガースに携わってくれるまあサンズ選手がタイガースに戻ってきてくれたというのは、我々タイガースファンにとって本当に嬉しい要素です。で、ここからはこのサンズさんが国際スカウトとして一体どういう効果をタイガースにもたらしてくれそうなのか、この点について見ていきましょう。で、サンズさんに関しては、先ほどご紹介した通り、アメリカ、韓国、日本3つのリーグでのプレー経験があります。で、それぞれの成績をざっくりご紹介していきますが、まずはメジャーリーグで。 通算5年間156試合に出場して打率2割3分8人ホームラン10本57打点 OPS が670そして続く韓国リーグでは2年間プレーして164試合打率が3割0分6人ホームラン40本150打点 OPS が965そしてタイガースでの2年間は230試合に出場して打率が2割5分2人ホームラン39本129打点 OPS が796ということでこのような数字を3つのリーグで残してきたわけなんですがサンズ選手は守備も本当に意欲的でしたよねレフトの守備に関しても本当にすごいダイビングキャッチという というのもありましたしファーストの守備も結構うまいんですよですのでこのように内外野守ることができるまあ、それぞれの選手の気持ちがわかるというところもそうですし、まあ、3つのリーグで活躍してきたまあいろんなことを経験してきたというのはこれから国際スカウトとして仕事をしていく中で間違いなく生きてくるでしょうで近年のタイガースに関しては結構韓国リーグから選手を取ってくるとそういう流れがありますよねただなかなか思うように日本で活躍できないという流れが続いている中まあこのサンズ選手は2年間しっかり数字を出してくれていますからですのでこのようにサンズ選手の事例もありますからまあ、一概に k、BO というだけでダメだとなかなかすぐに判断を下すというのも難しい中、これからはその辺もサンズ選手自身の経験で見極めてもらえそうというのもこれからタイガースにとって心強いポイントなんじゃないでしょうか。そしてこれからのタイガースの国際スカウト全体で考えていくと、岡田監督が就任してすぐ藤川球児さんがこの国際スカウトに就任するとそういう話がありましたよね。ですので今後藤川さんがピッチャーメイン、そしてサンズさんが野手メインとまそういう振り分けが行われる可能性というのもあります。でやっぱりこの二人に共通するポイントというのがいろんなリーグを経験してるここですよね。ま さん,さんに関しては、先ほどご紹介した通り、3つのリーグを経験して、そして藤川さんも日本で素晴らしい数字を出してで海を渡ってで、そこから日本に戻ってきて、一番最初に入ったのは独立リーグ、コーチファイティングドックスですから。ですので、いろんな立場でプレーしてきた。そしていろんな選手の気持ちがわかる。これから新しい選手を発掘していくという仕事をしてくれる中、こういったポイントというのも間違いなく生きてくれるでしょう。で、サンズさんは冒頭でもご紹介した通り、めちゃくちゃ人望が厚かった。選手で、まあ例えば佐藤選手がね。高めのボールを打つにはどうしたらいいんだ。とサンズ選手に質問しに行ったりま。 選手がサンズさんからアドバイスをもらったりで本当に先制的なポジションだったんですね。でサンズさんは昨シーズン限りでタイガースを退団するということになりましたが、まあ、マナ弟子とも呼べる佐藤選手に対して何かあったらいつでも連絡してきてくれとこのような熱いコメントというのも出してくれていました。まあ、今シーズンサンズさんはアメリカでねトレーニングを積むという形になりましたが、それでもフルスであるタイガースの動向をチェックしていてくれたというのも本当に我々タイガースファンにとって嬉しいところ。これからまた新しい形でタイガースに関わってくれるということが決まりましたが、本当に我々タイガースファンにとってもこのサンズ選手の新しい。 キャリアというのは本当に楽しみです。で、最後になりますが、近年タイガースにやってきてくれる助っ人選手って本当にみんな温かいですよね。もちろん試合で結果を残すというのが一番の仕事ですから、人望云々よりもしっかり結果を出してくれと。と、まあ、こういうコメントはごもっともではあるんですけれども、また新しいキャリアを積み重ねていく中で、こういう性格面というのも本当に大事になってくるんだなと。改めてサンズ選手の事例を見て感じています。で、これからのサンズさんに関しては、もしかしたら選手を指導するタイミングもあるのかなという風に思っててというのもサンズさんがタイガースにやってきた。2020年の2月この年の。 キャンンプにジェフイリアムささんんんディシーースさん2人の心強いい臨時コーチが加わっててくれていたんで,すで、すでこの二人はスカウトの役職ではありましたが、2020年、タイガースは合計8人の助っ人選手がいましたから、まあ、特に初めて日本にやってくる選手、まあ、それはサンズ選手もそうだったんですが、間違いなくこの二人の存在というのは頼もしかったでしょう。だからこそ今後、まあ、来シーズンの春のキャンプに実現するかどうかはわかりませんが、これから長くサンズさんがタイガースに携わってくれるというふうになれば、またいつかサンズさんがグラウンドに降りて、いろんな選手に指導してくれる、こういう未来というのもあるかもしれません。でサンズ さん,さんは先ほどご紹介した通り本当に人望が厚くてま選手からも慕われていたそしてサンズさんもいろんな選手を気にかけ指導もしていたということでこれからこういう未来が待ってるということを考えるとね本当に我々タイガースファンとしても楽しみしかありません本当に改めて頼もしい存在がまたタイガースに加わってくれましたがこれからサンズさんがスカウトという立場で一体どういう仕事をこなしてくれるんでしょうかこの点も注目しながら引き続きこれからのタイガースを見ていきたいなと思いますはいということで今回の動画ではサンズさんの国際スカウト就任についてそしてこれから一体どういう効果をもたらしてくれ そうなのかこの点についてご紹介させていただきました。で、このサンズさんの国際スカウト就任に伴って、選手として3年間、そしてスカウトとして14年間、タイガースで過ごしてくれた、アンディ・シーツさんの対談というのが発表。このように選手だけではなく、いろんなところで入れ替えというのが行われていますが、まずはシーツさん、合計17年間、タイガースに携わってくれてありがとうございました。そしてサンズさん、これから新しいスカウトとしてよろしくお願いいたします。皆さんはサンズさんの国際スカウト就任についてどう考えますでしょうかよかったら皆さんのご意見というのもお聞かせいただけると嬉しいです。ということで以上、今回の動画が、 皆さんの参考にになれば非常に嬉しいですこの動画が面白かったためになったと思っていただけた方はよかったらチャンネル登録グッドボタン押していただけると嬉しいです皆さんのおかげでこの阪神情報局チャンネル登録者3万8200人突破いつもありがとうございます皆さんのご視聴コメント高評価チャンネル登録が励みになってます次は目指せチャンネル登録者3万9000人ということで今後とも阪神情報局何卒よろしくお願いいたしますではまた次の動画でお会いいたしましょう毎日トラホーありがとうございま,したまずはシーツさん17年間ありがとうございましたそしてこれからジェリーさん さん、国際スカウトとしてよろしくお願いいたします。でまた